世の平凡な皆さん、どうも、普通のやすです。このチャンネルでは、特に何の取り柄もない私、やすが、皆さんが知りたくなるテーマを分かりやすくまとめてお届けするチャンネルです。今回はいつもの雑学とは一味違う、やす的映画ランキングという新シリーズになります。ネットフリックスやアマゾンプライムで見ることができる映画を紹介していきます。今回紹介する映画のテーマは、実話をモチーフにした韓国映画ベスト3。映画パラサイトがアジア初の米国アカデミー賞を2020年に獲得して日本でもかなり話題になりました。数あるクオリティの高い映画の中でも特に実話をベースにした映画作品はあえて現実で起こった残酷な描写をしっかりと描くことで観客に強いメッセージを投げかけてきます。ということで僕が実話をモチーフにした韓国映画ベスト3を紹介していきます。まず第3位。第3位は韓国史上最悪の未解決事件と言われていたファソン連続殺人事件を元にした2003年公開の映画殺人の追憶。軍事政権下の韓国を舞台に事件の残虐性と事件解決を目指す刑事の荒々しくも強い信念を描いた韓国映画の中でも傑作と呼び声の高い作品です。また先ほどのパラサイトでも監督を務めたポン・ジュノ監督の出世作としても知られています。本当にいい映画を作る監督だと思います。後にポン・ジュノ監督は検事欲の強い犯人は必ずこの映画を見に映画館に来る、犯人に刑事役のソン・ガンホの目を見せてラストを終わらせたかったとインタビューで答えていました。それほど未解決事件を解決してやるという制作陣の強い思いが感じられる映画でもあり、そしてその思いが強く反映されているラストシーンは圧巻の一言です。しかしその後もなかなか解決の糸口が見えなかったファソン連続殺人事件ですが、映画公開から16年後の2019年に別の殺人事件で無期懲役を受けている男だと判明し話題になりました。その件も踏まえるとこの映画はさらに印象深いになるかもしれませんね。次に第2位。第2位は朝鮮戦争下の捕虜収容所を舞台に国籍も年齢も異なるタップダンスチームの奮闘を描いた2018年公開のスイングキッズ。原作になったミュージカルロギスは自由の女神像の前で仮面をかぶりダンスをする捕虜の写真からインスピレーションを受けたのだとか。この映画の素晴らしい点は何といっても迫力のあるタップダンス。アジア人、黒人、性別、国籍、年齢も異なるメンバーが踊るシーンは圧巻の一言。かっこよくて僕もタップダンスをやってみたいなと思うほどでした。他の実話映画は殺人事件や民主化運動を描いた作品で暗くなりがちですが、暗い時代においても強く生きる人々が描かれていて見やすい映画だと思います。しかし同時に戦争の悲惨さも描かれていて、2時間を通して喜怒哀楽の感情がジェットコースターのように激しい映画です。詳しくは映画を見てほしいのですが、見た人全員が罰金イデオロギーと叫びたくなるような作品となっているので、ぜひ。そして最後、第1位。私が数ある中で見た実話ベースの韓国映画で一番面白いと思った作品が、韓国史を語る上でも重要な公衆事件をテーマにしたタクシー運転手、約束は海を越えてです。この公衆事件は反政府運動に国が武力行使を行い、多数の死傷者を出したのですが、厳重な情報統制が強いられており、軍により非常な暴力がひた隠しにされていた事件としても知られています。その凄惨な現場を目の当たりにした外国人記者が情報を全世界に発信すべく、彼をソウル市から広州市へと送迎した一人のタクシー運転手を描いた作品です。この映画で主役を務めるのは、パラサイトでお父さん役や殺人の追憶で刑事役を務めた韓国を代表する俳優ソン・ガンホ。また映画を作った意図についてチャン・フン監督はこう述べています。公衆事件はあれほど大きな悲劇だったにもかかわらず、韓国の若い人たちの多くは何が起こったのかあまり深くは知らない状況です。公衆事件がなければ現在のような民主化はなされていなかった可能性もありますし、今改めてこの事件を広く伝える必要があると考えました。監督のこの思いに応えるように1218万人もの観客動員を記録し、2017年最大のヒット作となった本作は韓国でも評価の高い作品となっています。このような社会派映画が大ヒットを記録する韓国映画の市場もすごいですよね。今回はここまでです。実話をモチーフにした韓国映画ベスト3は、第3位殺人の追憶、第2位スイングキッズ、第1位タクシー運転手、約束は海を越えてになりました。今回ネットフリックスやアマゾンプライムで見られないので紹介できなかったのですが、タクシー運転手、約束は海を越えての公衆事件の後、民主化の実現までを描いた1987ある戦いの真実や、映画公開後に通称トガニ法が制定され国さえも動かしたトガニ幼き瞳の告発など、実話をベースにした韓国映画には僕たちの心を動かす作品ばかりです。ぜひ皆さんも時間があれば見てみてください。やす的映画ランキングの他にも皆さんが気になるテーマについて私が調べてまとめていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、概要欄の方からフォローお願いします。ではまたごきげんよう。